そのテレパシーが聞こえてる人もいると思う、絶対に。そう、ああ、僕に絶対言ってるけど、お前しよう。お前、この間、お前、まあとかしといたけど、お前、まあに教えてもらいたいさ、って言ってもらいたい。大ちゃんもりんたろうも、俺にケオ君にね、ルートちゃんもケオ君に、ケオ君に、ルートちゃんも、すげえ言ってくれてさ、ね、お前、ほんと舐めてんのか。ケオ君がお金持ったら、ケオ君はうまい。今言ったろ、今、ケオ君のうまいって言ったら、そうだろ。俺のうまいとこあるんだよ。昨日ジャクソン・ドリアンが言ってたからだろ、お前。な、吉津さん、ハルテルマシです。これはすごい大変なことになると。まあ、俺が虐げられてるから、吉津さん、ハルテルマシです。ありがとうございます。あ、TK さん、ハルテルマシです。言った俺、TK さん、ハルテルマシです。ありがとうございます。これ大変なことになるね。やっぱりね、それで良くないね。で、なんて言ったかっていうと、天皇と安倍晋三は絶対はないって言ったね。絶対殺せって、絶対殺すように命令したみたいな。だから頭やられてんだね。絶対はなかった、絶対はないとか言って、トランプを殺して俺を殺したいんだね、絶対ね。だけど俺、トランプ大統領関係ないじゃん。だってむしろトランプ大統領ないぞって言ったからね。ないかもしれないぞは言ってないけど、ないかもしれないぞって言ってたじゃないですか、俺なんてさ。で、俺はここの権力闘争に関係ないし、俺さ、誰が取ってもいいぐらいに思ってるから、別に。